2014年アジア5カ国対抗はラグビーのアジア5カ国対抗の第7回目の大会。金融会社の HSBC ホールディングスが特別協賛を務め、HSBC アジア5カ国対抗2014として開催。2014年4月26日から5月25日にかけて5カ国による1回戦争あたりのリーグ戦により実施された。 カイデビジョンとの識別のため2014年アジア5カ国、対抗、トップ5とも呼ばれる。この大会は2015年のワールドカップのアジア地区予選を兼ねており、優勝国の日本はワールドカップの出場権を獲得、準優勝国の香港は大陸間プレイオフに進出した。また優勝国の日本と準優勝国の香港、及び3位の韓国までの上位3カ国は、 三カ国によるホームアウェー方式の二回戦争あたりリーグ戦形式に改編された2015年アジアラグビーチャンピオンシップのトップディビジョンに残留。下位二カ国は2015年アジアラグビーチャンピオンシップディビジョン1に降格となった。2011年以来3年ぶり2回目のトップ後、出場となったスリランカ代表2014年アジア5、カ国対抗。 トップ5の出場国は2013年トップ5の上位4カ国と2013年ディビジョン1の優勝国であるスリランカ。スリランカは2013年ディビジョン1を全勝で勝ち上がり2013年トップ5の再開国と自動入れ替えでの出場となった。7大会連続の優勝を果たした日本代表最終節の日本対香港戦で使用された。 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場は国立競技場への建て替え前の最後の公式戦となった。ありがとうございます。